劣等感に悩む人、臆病な人、気の弱い人へのメッセージ。世間には劣等感に打ちひしがれている人や臆病な人、気の弱い人が結構いるものです。劣等感には体型や顔の造作など体に関するもの、経歴や家柄に関するもの、所持品や言葉の訛りに対してなど様々なものがありますが、劣等感があるとそれが常に災いして、人と対等に付き合うことができないのです。人に自分の意見を述べたいと思いながらも、劣等感が脳裏をかすめて、ああ、自分はそれにふさわしい意見を言う柄ではないんだ、と躊躇してしまう。たとえその意見が自分の体験から出た相手に対して説得力のある良いものであったにしろ、口ごもってしまうのです。自分にふさわしくないことをするな。お前は他と競争するような立場にない。黙っていろ。引っ込んでいろ。と、自分で自分を制してしまう。それを繰り返していくと、人との付き合いも億劫になり、自分の殻に閉じこもってしまうのです。ですから、劣等感が自分の心を占めてしまうと、一生正しい意見も言えない状況に自分自身を追いやってしまうのであります。また、臆病な人というのは、何をするにもドキドキビクビク、おどおどしてしまう。これは劣等感とは違って、自分に自信がない人です。常に人に頼りたくなる。人に頼ることが、習い、性になると、このドキドキ、ビクビク、おどおどは、一生取れないのです。気の弱い人も同様です。劣等感のある人も、臆病な人も、気の弱い人も、突き詰めていくと、皆マイナス思考です。物事を悪く悪く判断してしまうのです。そして、自分は人からこう思われているだろうと、自意識過剰に陥るのです。逆に周りの人たちはその人がこだわっている事柄をさほど気に留めていないのです。ですから劣等感に悩んでいる人、臆病な人、気の弱い人はまず周りの人が自分に目を向けているだろうという思いを捨てなければならない。人はそんなに暇でもなければ、あなたに興味を持っているわけではないのです。あなたが優れた才能や優れた発明発見をした人なら、周りの人は関心を抱くでしょうが、普通の人であればそんなに関心は抱きません。あなた一人で困って
苦しんでもがいているに過ぎないのです。劣等感を抱いている人、臆病な人は一刻も早くそういう状況から脱しなければなりません。そのためには逃げないことです。何かをするとき、自分を躊躇させようとする劣等感が脳裏をかすめたら、それを追い払って勇気を持って逃げないで立ち向かってゆくことです。それで失敗したり恥をかいたり屈辱を感じても、めげずに挑戦するのです。何回も挑戦するうちに、それが武器になり、不安や恐怖がなくなって、人と自然体で付き合えるだけの強い自分に変わってゆくのであります。劣等感に悩む人、臆病な人、気の弱い人は皆、その状況から逃げ出そうとする人です。逃げ出すためにいろいろな策略を巡らし、逃げ出すための弁解を自分自身で一生懸命して、自分の心を納得させて逃げ出してしまう。そういう状況を作り上げているうちは、その劣等感からは一生抜け出すことはできません。勇気を持って逃げないで突き進むことです。突き進めば必ず道は開けるのです。勇気を持って自分を包み隠さず、正直な心でぶち当たっていく。それがコツです。